実は私、一宮さんとお付き合いを。兄貴と千早が？と付き合いをするなんて千早の方が強そうね。違います。ごめん、なんて言ったの？瞳子さん、もしかして気づいてるのにわざとはぐらかしてます？豚なんざあっという間にブクブクになるっつーの。ひもに比べりゃ豚の子なんざ。今日は、いやもういいです、おいとまします。そう。それにしてもめぐみは瞳子と本当に仲がいいね。今から私とど付き合いしますか？え？瞳子さんの言う通り私が勝ちますよ。何の話してたの？マスコットキャラがいてお土産屋さんで買い物したり夢いっぱいのところ。遊園地？マスコット、お土産屋さん、夢いっぱい。アンバケ、やめてください。それにしても大変ですね千早さん。何がですか？恋人の一宮さんと瞳子さんの心配ばかりで。バレてました？え、隠してたんですか？私毎回瞳子さんの話で千早さんのこと聞いてますし、今だし。ハクジケだ。まだだ、まだ御影誉丸の目は死んでねえ。何かっこいいセリフ言ってんの体育会系。行け御影誉丸、お前に全部突っ込んでった。うわ、かっこ悪い汚い大人。ああ、三好さん、こんばんは。こんばんは。じゃ なぜ逃げるんですか？関わりたくないからです。なぜ関わりたくないんですか？関わると後悔しそうだからです。後悔ですか？それはいけない。だから話してくれませんか？ああ、すみません。ここか？ここがいいんだな。よし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 。すげえ、馬の気持ちが完璧にわかるんですね。さすがだぜ。馬の気持ちなんて完璧にわかるわけないっしょ。学生さんは夢があっていいね。確かにそうかもしれないな。ありがとうございます、山上さん。はい、こちらこそ。なんかすみません、偉そうなことを言ってしまって。では遠慮なく全力で山上さんのデート服作らせてもらいます。そこは私のことも考えてください。そうそう、腹痛なんてしょっちゅうだし、ちょっとしたことで命落とすから。よく牛と比較されるけどね。牛は脳みそ腐っても生きてるのに、なんて。おお、すげえな牛、生命力あるぜ。バカポジティブ野郎め。ですが、それで他人に迷惑をかけるのは食材ではなく自己満足です。また言い過ぎた。すみません、私もちょっと後悔していることがあるので感情が入りすぎてしまいました。あ、だ、分かってるよ。八郎とかエイトとか名前つけようなんて思ってないよ。やめときなって。ペットじゃないんだから。確実に肉になるんだから、後でしんどいよ。うちらは慣れてるけどさ。どうしても名前つけたいなら豚丼とかにしときなさい。それだ、それなら客観的に育てられる。